はい、北区支部長佐藤はどうも、ご投票という言葉が苦手なようで、2回も噛んでおりました。私が NHK スクランブル放送にしろっていうのはですね、様々な不公平が存在するからなんですよね。仕事が忙しくてですね、1週間に1時間ぐらいしかテレビ見れない人も、朝から晩までNHK を見ている方も同じ受信料って不公平じゃないでしょうか。それとですね、 NHK は実は邪魔な表示さえ我慢すればただでも見れます。現に契約せずに見ている方も大勢いらっしゃいます。そういう方が見ている分の、映像制作費は正直に素直に NHK と契約して受信料を払ってらっしゃる方がですね、負担してただ見をさせていることになるわけで、これもまた非常に不公平なことであります。また契約しない自由っていうのを NHK は認めておりません。テレビがあっても NHK を見ないんだから金払わないという自由を NHK は認めておりません。これ非常におかしいことだと私は思います。 NHK なんか見たくない、だから金を払わないという自由を、という権利を認めろと、それが私がNHK はスクランブルにしろ、言ってる理由であります。NHK の放送がいくらつまらなくても、いくら受信料が高くても、スクランブルにしてくれれば別にいいんですよ。高くてつまんねえなって思えば契約しないだけですから。今はテレビがあったらNHK と契約しろなんてことになってますけれども、テレビがあっても NHK が気に入らないから契約しないという権利を認めてほしい。靴側はそう考えております。それとですね、 NHK 集金人の悪行は非常にひどくてですね、私が街頭に立って駅でチラシ配りをしている間に聞いたお話は、例えば夜の10時に来たと、それで留守してたら、その日の夜の12時にまた来た、1時にも来た、そんなひどい話をお聞きいたしました。またですね、実際に相談を受けたわけではないですけれども、契約してくれない方の手をボールペンで刺して捕まった NHK 集金人もおります。このように NHK 集金人は非常に行儀が悪い、嘘もつく。例えばなんですけれども、変な端末を見せてですね、これでかかるとうちの中にテレビがあるかどうかわかるんですよ、なんつってですね、そんな機会はありません。高齢者さんを騙して契約させるなんていう集金人もおりました。 NHK がスクランブル放送にしさえすれば集金人の存在は必要なくなります。ですので行儀の悪い集金人もいなくなるはずですから、ぜひともですね、 NHK はスクランブル放送にしてもらいたいものであります。売り上げが半分になるのでそれはできない、NHK が言ってるらしいですけども、そんなの知らねえよっていう感じでありますね。それは NHK の都合であって我々の都合ではありません。そういうわけで数々の不公平、 NHK 集金人の迷惑、これをなくすのが NHK スクランブルであります。そういうわけで私は公約に NHK のスクランブルを入れました。もう一つですね、公約に言ったのは漫画アニメの規制反対
であります。これ日本のですね、漫画やアニメを作る能力を妬んで恨んで曽んでいるですね、中国韓国のスパイが、なんとかアニメを規制しよう、漫画を規制しようなんてことで大声を出しているという現状があります。漫画やアニメを規制したい連中は全部外国のスパイであります。もしくは外国のスパイに騙されて何か分かった風なことを言いたいな、何かいい人を言いたいなって思ってる日本人のバカ野郎が言っております。日本科学党は漫画やアニメの一切の表現規制に反対しております。今や日本の漫画やアニメの輸出規模は4兆円に達しました。すぐに7兆円規模になるそうであります。バットマン、スーパーマンなんていうアメリカンコミックス市場というのがあるんですけれども、つい最近ですね、アメリカの市場で鬼滅の刃シリーズだけでアメコミ全部の売り上げを超えたそうであります。中国韓国がこの市場が羨ましくて妬ましたくて日本のアニメや漫画の力を弱めて乗っ取ろうとしてスパイを使って表現規制しようとしている、これが現状であります。漫画やアニメを規制する連中の言葉に耳を傾けないでください。必ずや外国の金をもらっている輩たちであります。私も D アニメというサブスク月440円払ってですねアニメを見まくっておりますが、これをですね規制されてはたまったものではありません。何でもかんでも規制を許すとですね、ますます突き上がってですね、アニメは1日1時間までとか言い出すかもしれませんので、規制派の言うことは全く聞かないでください。それと公約には入れてません、チラシには入れてませんけれども、夫婦別姓反対、外国人参政権反対、皇室男系維持などは日本人としては当たり前ですんで公約からは外しました。日本人は黙って殺されるという憲法9条は今すぐなくすべきであります。9条はなくすべきであります。日本人は黙って殺されろという憲法9条はなくすべきであります。今すぐ9条をなくしましょう。9条は日本人の安全のためにためになりません。9条はなくしましょう。9条はなくしましょう。左翼って嫌ですよね。いや、何言われてたの、ルルルさん。日本の借金が1200兆あるから、どうやって返すんだって言うから、僕は、さらにいいんですよって教えてありました。日本の借金1200兆円という話ですけれども、あれ正確には政府の借金であります。国民にとっては、財産、資産、が1200兆円、日本人がですね1200兆円もかり銀行に貯金しております。その銀行が国債を買ってですね、お金を逆ざやで増やしている、これが銀行業務ですね。年に 1% ぐらいの国債の利子、我々、預金者には 0.02% ぐらいの利子とも呼べない利子を払ってですね、差し引き0.98% の利子を
せこくせこく稼ぐっていうのが今の日本の銀行の業態であります、ですんで、1200兆円の日本の借金、これは国民の財産ですんで、皆様は全然心配ありません。全く心配ありません。あと政府はですね、その気になれば1200兆円札というのを印刷する権限があります。それを吸っちゃってはいって言って国債を返すことも可能であります。ですので、国の借金が国債が何千兆円に膨らもうとも国民は財産が増えたな、資産が増えたなということで喜んで、なれるのであります。テレビと新聞に騙されないでください。テレビと新聞に刷り込まれて1200兆円が我々の借金だと思い込まされている人が先ほど2名ほどいらっしゃいましたけれども、気の毒なものであります。年を取ってああいうふうに心配ばっかりしてる人生を送りたくないな、ちょっと思っております。賢く勉強すれば国債の発行額などどうでもいい、たぶん知れてる、何でもいい、いくらでも発行してもいいということが分かります。ネットで何でも検索できる時代ですから皆様も賢く行きましょう。そしてチラシに書いてある私の公約がですね、賛同していただけるんでしたらば、私にご投票ください。私ですね、最後の最後のお願いでございますとかですね、ご投票をお願いしますとかですね、他の街宣車が絶叫しているのが大嫌いであります。あれはですね、ろっくなこと言ってないからお願いしなくちゃいけないんでありまして、ちゃんとしたことを言ってればやってればお願いなんかしなくても勝手に投票してくれるはずであります。そういうわけで最後の最後のお願いをする政治家の候補はろくなもんではないな、いうことで皆様ご認識ください。よろしくお願いいたします。というわけで、立川駅南口の選挙活動を終わらせていただきます。今日はお集まりの皆様誠にありがとうございました。なんか疲れて途中で自分が何言ってるか全然分からなくなってきましたけれども、お付き合いくださりありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。何言ってるか分かんなくなってきた。